はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゴロでございます。ということで今週のね SKP 活動を始めていきたいと思います。3試合目ということでね、今回も頑張っていきたいと思います。今んとこね1試合目2試合目ともに1本ずつ決めております。今回は、広島ドラゴンフライズのブルーのユニフォームを着て頑張っております。さあ今回はサガッチとペガサス、サガッチとペガサスと同じチームでございます。昨日編集したつもりだったんですけどね、なんか録音がされてなかったんでテイク2でございます。さあこの試合いいとこ見せれるんでしょうか、ゴローは。おっとペガサス決める。ペガサスね、でっかい、ペガサスとマイクのゴール下、見物、見物ですよね。でかすぎじゃない？で、僕はもうね、年齢から、おっと、リピート来た。おっと、久々のテンテン、アンニュイシュート。テンテンね、決して、自己主張が強いタイプではないんですけど、プレーは自己主張強いっすね。てんてんね、アンニュイな感じなんですけどね、ファンタジーな、ちょっと総一郎に似てるかな、なんか僕の中では。そうちゃん元気ですか、見てますか、見てたらちょっとコメント欲しいですね、たまには。いやーでもあれですよね、上海は僕は今毎週こうしてバスケやってますけど、めちゃくちゃバスケコートあるんですよね。今まあ流行ってるっていうのもあって、お子さんのバスケスクールとかがまあすげえ流行ってるんで、ともすると僕らがもう全然予約取れないんで、ここはもう年間で貸してくださいっつってガボってこう確保してるんですけど、まあやっぱ日本行ってちょっとねバスケ事情どうなんだろうなんて調べてみると、やっぱりこうしたバスケコートがそもそも少ないっすよね。いやなんかここら辺なんとかできないのかなとはちょっと思っちゃいますよね。バスケも、あ、リピート来た、お、振ってからのワンドリしてからのサガフック、いいんじゃないでしょうか、小結びサガ。めっちゃキレとるがな。そうだからバスケを普及させるみたいな意味で言って、もうなんかやっぱこういうハード面の問題ありますよね、日本ね。まあ、中国のこのビジネスが成り立ってんのかどうかが分かんないですけど、普通に個人でなんか練習しようと思ってこういったところを来ると、何件ぐらいだろうっていうぐらい、まあ、安いんですよね。ほんでまあ毎週僕ら団体で借りるとちょっとなんか割高になるんですけど、だいたい1人100元ぐらい、100元前後だから、100元だからいくら、あ、100元だと2000円もするんだ。まあそういう意味ではまあ高いと思われる可能性もありますけど、まあどうなんでしょうね。まあ1週間のうちこうして汗流してすっきりするみたいな感じで捉えるならば、2000円を安いと捉える方がいいんじゃないかなって個人的には思いますけどもね。だから日本で個人でバスケコート時間貸しで借りたらいくらなのかちょっと分かんないですけど、まあそういう意味でもね、このなんか中国のバスケ事情をなんか日本のバスケ関係者の方には知ってほしいなっていう気はしているゴローでございます。さあこの試合活躍できるんでしょうか。おっと、この2人のマッチアップすごい。すごい。ゴリと赤木。あ、ゴリと赤木一緒か。ゴリと、なんだっけ、魚住か。ゴリと魚住みたいな感じですね。スラムダンク風に言うと。
さあこの試合いいとこ見せれるんでしょうか。さあどうした今どうした。さあ危ない、ここら辺でいいとこ見せたい。残り時間あとわずか2分、あと2分だぞ。さあゴロ、さあゴロどう出る。この試合に、おっとてんてん、がっこり決める、がっこり。この試合に、3人チームだったんで、もう休みないんで、ちょっと省エネモードでやっております。さあ、サガッチ。ああ、惜しい。いや、サガッチもね、腰痛いし、僕も年齢からくる体力不足により、省エネモードでやっておりますけども。さあ、とは言いつつ、いいとこは見せたい。とは言いつつ、いいとこは見せたいぞ。とは言いつついいとこは見せたい。さあおっとスカイ、おっとスカイ決める、スカイショット。さあ残すとこ1分、1分だぞ、1分、1分少々。ここら辺、おっとナイスイン、ナイスイン、お、ナイスイン、ペガサス、ナイスイン、ペガサスのような舞。ペガったね、今。ペガりましたね。さあ、このゴリ対ウホズミの意外とウケる。ゴリ対ウホズミ。さあ、残すところあと30秒くらい。おっと、来た。あー、惜しい。お、リピート来た。珍しくドリブルからのレイアップ。置いてくる、ちょっと雑やな、雑でしたね。もっとそっと置く感じですよね。バンって今バンって感じですもんね。おっとノーマーク、これは決める、レイアップ、リピートきた、ウケる、リピートきた、自分のとこだけはすぐる、リピートくる、リピートくる、ナイスレイアップ、1点決めました。3試合連続で決めました。ということで終了ナイスゲーム。